はい、こんにちは、岩木健一です。今日はですね、私の中学校時代、水球を始めてから小学校、中学校、まあ、高校、大学、日本代表、小中高大日本代表5つの、全5回のシリーズでやっていこうと思ってるんですけれども、その第2回目、中学生時代について話をしていきたいと思います。小学生時代から、小学生編から見てもらえるといいかなと思ってますので、まあ、リンクをどっかに貼っておきます。実は今娘と一緒に撮ってるんですけれども、ちょっとふにゃって言ってて声が大きかったかもしれないですね。僕の中学校時代、話戻しますけど、僕の中学校時代っていうのは水泳部と水球のクラブ、この2つを掛け持ちするような形でやっておりました。時間帯的には、学校が終わってから4時から5時半夕方ですね。で、3、4戦、まあ、スイム、まあ、水泳部なんでスイムして、で、7時半から9時半の2時間で、また4、5戦ぐらい泳いでからポロするみたいな。ポロって水球ですね。なので、1日どんぐらいかな、7、8戦、多い時は1万弱ぐらい泳いだりしてましたね。これ平日ですね。で、だいたい水泳部が毎日、まあ週に1回ぐらい休みあったかな。毎日あったのと、水球の方は週4回。当時、いつかな、金、土、日、月、連続4日かな、月、金、土、日、この4日で、火、水、木は、水泳部だけみたいな感じなんで、まあ、水泳部も、まあ、4時から6時とか6時半ぐらいまであって、6戦ぐらい泳いでたかな、毎日。まあ、さっき3000から4000って言ったのは、水球があるんで早めに帰らせてもらってたんですよね。なので、もう一回ちょっと、まとめると、4時から、まあ、5時半、本当は6時半ぐらいまでやってるけど、水球がある日は5時半で切り上げて、3、4000メートル泳ぐ。で、その後、19時30分、夜の7時半から9時半で、また4、5戦泳いでから、ポロっていうような感じでしたね。まあ、ちょっと試合が近くなると、こんな5000も泳がずに、まあ、2000ぐらいで、その後は、水球というような形だったんですけど、まあ、コースが少ないっていうのもあったので、結構スイム中心のメニューでしたね。で、土曜日は、月に2回ぐらい朝練習があったんで、朝練、水泳部の部活で午後練というか、まあ、夜練の3部練習を月に2回はやってて、まあ、結構地獄な感じでした。今皆さんのこれを聞いてくれてる中学生、まあ、高校生もそうですけど、まあ、特に学校の部活とクラブを掛け持ちしているような選手っていうのはどれぐらいいるのかな。高校になると結構もう部活一本になってくるかなと思うんですけど、中学校は結構クラブでやってるケースが多いと思うので、皆さん水球してるから、部活は入ってないとかっていう人もいるだろうし、逆に僕と同じように、僕の中学校時代と同じように、まあ水球のプラスになるんだったら水泳部入ってもいいかなっていうような感じで、二つ掛け持ちをしてる人っていうのもいるのかな、どうなんでしょうね。まあでも結果から言うと、僕はこの二つ掛け持ちしたっていうことはすごく良かったかなと思ってます。で、やっぱりまあその量が多い方がいいとか悪いとかって話じゃないんですけど、まあ、結構泳ぎ込みができたっていうのと、当時の水泳部の先生、顧問の先生っていうのが、すごくまあいい人っていうか、まあ、ちょっと厳しかったので嫌いだったんですけど、まあ、今ではとっても感謝してる人なんですけど、兵庫県の競泳会で結構名物コーチ、まあ、この学校の教員なんですけど、中学校の先生なんですけど、名物コーチで、ちょっとすいません、お水飲みます。謎にですね、県の強化合宿とかにも僕呼んでもらったりして、競泳のですよ、水球じゃなくて、なんか毎日2部練で1万から、まあ、1万6000ぐらい8000の2部練とかですね、まあ中学生にして意味わかんないことさせられてたんですけど、なんで行ったんだろう、よくわかんないですけど、なんか強化合宿に呼ばれましたね。2年中2の冬やったかな。なので、僕中学校の時、まあ競泳の大会とかにも出たりしてて、成績的にはどうだったかな、100、200とかで出て、なんか近畿大会、まあ関東、関西、近畿、四国、中国、九州、ん？北信越、東北かな、まあブロックごとに、まあ大会があると思うんですけど、その市の大会、県の大会で、県の大会で2番ぐらいに入ったんで、100メートルの自由形かな、で近畿大会に和歌山の方まで、連れてってもらったりしましたね。で、なんかね、前中までもうちょっとだったんですけど、なんかまあやっぱさすがににわかでは無理でしたね。まあでもそんなこんなで水球と競泳の両立をしていたんですけれども、なんかその何の話から飛んだかな、そうか、強化合宿、
追求じゃないですよ、競泳の強化合宿に呼ばれて最終日に 50m100 本とかするんですよね。しかも全部タイム測定で、平均タイムとそれから心拍数毎回取って、君たちの体の限界を知るとかって言って、なんか、まあ、中学生なのに結構本格的な感じですよね。そういった、まあ、競泳界の名物コーチが、やるぞって言って、それこそパソコンを広げて、タイムを取る係、それから心拍数を記録する係で、2コース8コースぐらいあったんで、4人ぐらいパソコンその後ろで控えてて、誰々何秒なんて、例えば僕だったらいわき 50m なんで28秒5とかって言ったら後ろで打ってるわけですよね。で2分サークルぐらいだったんで、まあ余裕はあったんですけど、でも100本なんで 2分×100 で200分、6、3、18、いや3時間半もしてないな、じゃ1分半ぐらいかな。なんかとにかくえぐかったです。もう本当に、死んじゃうかと思いました。そんなこんなで、結構えぐい競泳プラス水球、まあ水球もなんか僕がねスイムしてるからってもう関係なく、お前水球だろ泳げよみたいな感じで泳がされてたんですかったんですけど、まあそんな中で、ある事件が一つ起きまして、あと1時間泳げるやん事件っていう、なんかもうやっぱネーミングセンスがなかなかなくてすいませんね。どんなことかっていうと、日曜日僕らのチームは12時とかで、昼間に練習だったんで、水球の練習の後に水泳部の練習まだ時間帯的に間に合うから行くぞって母ちゃんに言われて、もう僕的にはもう時間かぶっとうからいいやんみたいな感じで、もう行きたくないって言ってたんですけど、うちの母ちゃんが車の中で飯食えば間に合うからあと1時間泳げるやんみたいなこと言って、いやなんかもう僕の心は崩壊してしまってですね、メンタルブレイクして、車の中でおにぎりを食べながら泣いたっていう中二の夏のエピソードがあるんですけど、こう水球今教える立場になって、やっぱ3つの観点っていうのがあると思うんですよね。それ何かっていうと、やっぱ選手の頑張りで、それからやっぱ監督コーチの頑張り、親御さんの頑張り、自分も子供を持つようになったんですけれども、親世代になってやっぱ子供が苦しんでることを、苦しんでるっていうか、まあ、一時的にですね、メンタルが折れそうになってて、もう今日は休みたいとかって言った時に自分が親としてどうできるかっていうのを最近すごく考えるようになって、きついことはやめていいんじゃないっていうこともできるし、今思うと、まあ、苦悩というか、なんて言ってあげようかなっていうのがあったかもしれないんですけど、まあ、母ちゃん一貫してやれというような感じだったんで、強制的に我慢というか、頑張る力っていうのをつけさせてもらったのかなっていうのも思いますね。ただうちの母ちゃんも何やら、なんか全部親が決めたからやれやれやれっていう感じじゃなくて、あんたはどうなりたいのって今娘抱きながら撮ってるんですけれども、まあ今咳しましたね。まあ、ちょっと話は戻って、そういったメンタルブレイクした中二の夏っていうことだったんですけど、親世代もし聞いてくれてたらいいな。だからこの選手の頑張り、指導者の頑張り、そして親御さんの頑張り、やっぱりこういうものが絶対不可欠な、まあ、特に水球日本代表を目指す、ただ水球続けるだけじゃなくて、しんどいこと頑張って、全水球人口の中から、まあ、トップ何名か、まあ、20名以内になっていくっていうのは、やっぱりそれなりの覚悟と決意、そして頑張り、これがやっぱ必要だと思うんで、本人さん、指導者さん、そして、親さん、この3つがやっぱしっかりと把握し張って頑張るっていう側面は必要かなと思います。